はい始まりました「石門ジャップ TV」より今週もやります「週刊 J2」のお時間でございますそこで今週取り上げるのは2023年シーズン J2 リーグ第15節早くも前節時点で今季の日程を3分の1昇華し迎えた第15節は今季3度目の中3日で迎える3連戦の初戦 もう3の数字ばっか連呼してて何言ってるかわけわからなくなりそうではありますが、えそろそろ各チームの今季の昇格争い、また、 昇格プレーオフ争いにはたまた残留争いなどなど、まあ、各チームが目指すべき立ち位置が、まあ、はっきりしてきそうなこの3連戦、まあ、今回はその初戦である2023年シーズン J2 リーグ第15節を簡単に振り返りアーダコーダ覚えていきたいと思っておりますのでよろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思いますということで早速2023年シーズン J2 リーグ第15節の試合結果順位表等は この通り今節を簡単に一言で表しますと町田首位独走迫る本命清水と岩田とありまして、まあ、今節は J リーグ自体が発足30周年ということもあり、まあ、各チーム因縁のありそうな注目ゲームが多数組み込まれている中まず え首位町田が今節東京クラシックを制し、早くも10勝目え。破った3位東京ベルディーとは勝ち点差が7の、え勝ち点33と、また2位の大分に関しましてはえ、熊本との九州ダービー1対1のドローで勝ちきれず、まあ、首位町田と勝ち 4差となり、まあ、首位の町田と大分の間で勝ち点4差でもございますので町田の首位独走ムードを漂いますしかしそれにマットをかける勢いにいるのが昨年 j 1勢の清水と岩田の静岡勢 え清水は藤枝に対して5-0スコア。そして一方、岩田に関しましては群馬相手に4対2とともに大量得点による連勝。その結果、いよいよと言いますか、ついにやってきました。 清水が5位の昇格プレオフ権についに浮上。しかも得失点差がプラス22の大量得点に、まあ、目が行きますが、クリーンシートの試合も多く、まあ、町田東京に次いでの失点の少なさから、まあ、抜け目なし。もうこのままの勢いだと昇格権もすぐに射止めそうな勢い。そして岩田に関しては8位に浮上と、ここに来て今季初の連勝かつ、まあ、ファビアン・ゴンザレス選手も復 でまあ、上昇ムードの勢いが漂いまあ昇格プレオフ件も射程圏内と言えるでしょうまあ、序盤戦こそはこの2チーム苦しみましたが、まあ、昨年この j 1勢かつ戦力をしっかりキープして j 2にやってきた両チームの実力が いよいよ本領発揮といったところでしょうか。ただこの2チームの実力はまあ確かなものがあるだけに、まあ、昇格争いの本命は1位の町だと5位の清水が固くし、強いていうのであれば少し下の順位ではありますが、8位の岩田を加えたこの3チームが、 本命になってくるかなと。そしてここ直近安定しないに大分と3位東京ベルディ、そして連敗中の4位長崎がどこまで踏みとどまれるのか、そして未だ唯一一敗の10位岡山が勝ち切れるようになるのか、ここあたりが昇格争いの焦点になる気がしており、それはこの3連戦で明らかになりそうです。 でまた、6位の秋田と7位の群馬は、今季は一味違いますが、爆発的な連勝するイメージはなく、昇格プレイオフに入れ替わる状態が続いていることから、まあ、昇格プレイオフ争いにどこまで持ちこたえることができるかが見どころになりそうです。そして、今節は、怪人の16位の水戸から最下位の岩木まで揃って勝利なしと、中位陣との差が広がるばかり、まあ、残留争い組がまあそろそろ確立される るのもこの3連戦で明らかになってくるかもしれませんそこで次各試合結果とピックアップワードを元に簡単にアーダコーダ振り返っていきたいと思います えまず、岩木バーサス秋田、0対1で岩木敗戦一方、秋田勝利と、まあ、唯一の日曜でゲーム、まあ、2022年 J3 王者の岩木と、2020年 J3 王者の秋田ということで、まあ、結果は後半26分、まあ、佐賀陸選手が足裏を見せてのスライディングが、レッドカード判定となり、え、秋田が PK 獲得、まあ、これを吉田、いぶき選手止められるもん、まあ、決めきり、まあ、これが決勝弾となり、 秋田が勝利となっており、まあ、J2 先輩のですね、維持を見せつける結果となりました。 そして次、ミトバーサス、栃木2対2のドロー、北関東ダービー、互いに譲らずということで、まあお互いこのゲームは PK での得点及び、え、ミトは小原選手のカットインシュート、そして、え、栃木は福森選手の強烈なカットインシュートが決まり、まあお互い似たような得点を、え、取ったゲーム、まあ栃木としましては二度のリード、え、守り抜けずで悔しいドロー、一方、ミトとしましては、え、粘りドローといった、え、お互いにとって捉え方 が異なる、まあ、そんな白熱のドローだったのではないでしょうかそして次岡山 VS 大宮1対1のドロー、まあ、岡山の田中選手が絶妙なトラップから抜け出してからのえカットインシュートが決まり岡山が逃げ切り勝利が近づいたと思った後半50分、まあ、ロスタイムまあ アンジェロッティ選手のポストプレーから素晴らしいカウンター、大宮炸裂。まあ、最後、柴山選手が持ち運び、まあ、富山選手への素晴らしいスルーパスで、富山選手が相手のディフェンダーからうまく逃げるようにですね、決勝弾を叩き込み、ドローと、大宮にとっては、6連敗を止める貴重なドローとなり、一方、岡山としましては、このドローによって、1引き分けでも、10引き分け目でもございますので、まあ、ドロー沼から抜け出せずといって、 そんな引き分け及び大宮にとっては貴重なですね連敗を止める、えー、同点弾だったのではないでしょうかそして次東京ベルディ VS 町田0対1で東京ベルディ敗戦一方町田勝利と。 東京クラシックを制したのは町田。まあ、この町田の勝利によって勝ち点差が東京ベルディとまあ7差いたわけでもございますので、東京ベルディとしては非常に高く町田としては非常に大きいこの勝利。まあ、決勝点はまあ前半ロスタイム、まあ、ペナカドを取った町田、まあ、リューク選手の折り返しの跳ね返りをまあチャン・ミンギュ選手がシュートし、これがポスト跳ね返ったところ、まあ、ゴール前にいたのがエリキ選手ということで、さすがストライカー、点取れる場所。 しっかり陣取った結果、太ももですかね、で、押し込み先生、それをま守り抜いて町田としては勝利したわけですが、まあ、東京ベルディとしましてはね、後半18分、バスケス・バイロン選手がね、抗議によって2枚目のイエローによって退場ということで、うん、この退場するってね、結構サッカーにおいては相当なね、相手にハンデを与える行為でもございますので、2枚目のイエローはね、それなりに慎重に出していただきたいなと思いながらも、まあ、審判のね、名目を守るためのこのイエローカードでもございますので、 で、えー、ここ近年ね選手ファーストというよりかはなんか審判ファーストとね貸している、えー、ジャッジが非常に気になるまあ、そんな判定まあそれによって東京ベルディとしては追いつけず一方町田としては、えー、逃げ切り勝利でもございますので町田の首位独走がですねいよいよ近づいたと言えるまあ、そんな勝利だったのではないでしょうか東京ベルディの勝利は本当に町田、えー、非常に価値が大きくま勝ち点6をですね獲得したと言えるまあ、そんな勝利だったのではないでしょうかそして次 大分バーサス熊本1対1のドローと九州ダービーお互い譲らず、まあ、観客もね、1万超えの最高の雰囲気の中、まあ、両チーム、まあ、昨年もね、プレイオフでしのぎを削ったチーム同士ということもありですね、まあ、バチバチの展開、まあ、ゲームとしましてはね、開始早々から、まあ、大分の藤本選手がですね、熊本の選手3人剥がしてからのね、シュートフィニッシュと、まあ、これバー直撃したのがね、非常にもったいない話ではあるんですが、 まあ、大分の戦術、藤本が炸裂した限りではあったんですが、チャンスを決めきれないと次はピンチがあるというところで、まあ、同じく迎えた2分後の前半11分に、まあ、熊本の新エース、石川大地選手の振り向きざまのシュートが、これおそらくね、あの、大分の選手に当たって、まあ、ドライブしたかのようにですね、えー、ゴールインし、熊本が先制。ただ、えー、大分もね、黙ってるわけもなく、まあ、後半12分に中川選手の野竹選手のパスを受けての、えー、このゴールへのパスと言える、 シュートが決まり1対1のドローと、まあ、このゲームね大分再三のチャンスありながらも熊本の田代選手の、ね、ビッグセーブが目立ち結果1対1のドローと、まあ、お互い拮抗したゲームではあったんですが大分としましてはホームでですね1万人超えの最高の雰囲気の中で勝ち越したかったっていう思いがあったでしょうが、まあ、熊本の粘りもあってお互い悔しいドローとなった印象のあるゲームでございます そして次、甲府 vs 千葉0対1で甲府敗戦。一方千葉勝利。甲府はここに来て失速。一方千葉はここに来て連勝を積み重ねる感じではないんですが、コツコツとですね、えー、定期的に勝利を積み重ねられている印象があり、まあ、このゲームに至っては前半29分、まあ、コーナーキック、平川選手のボールに、えー こぼれ玉、これをまた日高選手が広い、この日高選手がマイナスに折り返したところ、三木選手のボレーが炸裂し、ネットは揺れませんでしたけども、まあ、ラインは割っていたということでゴール判定、まあ、結果千葉がリードし、まあ、迎えた後半14分、これまた事件発生、交、まあ、府の宮崎純真選手の結構遠目の位置からのカットインシュート、これ強烈な無回転の弾道ですね、えー、ゴールキーパー千葉の新井選手の元にですね、シュートを放つ これがね、荒井選手トンネルをかましてしまったと。まあ、それぐらいね、宮崎純馬選手のシュートが強烈だった現れ。まあ、結果ね、ライン割ってたっぽいんですけども、結果ノーゴール判定ということで、まあ、三笘の1ミリじゃないですけども、荒井の1ミリと言いますか、まあ、ボールのね、接地面は確実にラインを割ってました。ただ、接地面ではないんですよね。ラインの割ってる割ってないかっていうのは、ボール自体がどうかっていうところで、もしかしたらそこが、えー、ライン上にあったのかもしれません。そこはもう腹心しかね、わ、えー、からない状況。 もございますのでパッと見た限りでは確実にゴールただ、えー、三笘の1ミリでね、えー、我々日本人はね勉強させられた部分もございますから、まあ、ボール自体はもしかしたらライン上にあったのかもしれませんがそれは、えー、実際どうなのかっていうのは腹心しか分かりません。 そして次、金沢バーサス長崎2対0で金沢勝利一方長崎勝利と長崎が5連勝からの2連敗とあっけなくの連敗、まあ、このゲームに至ってはファンマ選手がメンバー外と、まあ、その結果は大きく影響したと言えるでしょう、まあ、ゲームとしましても前半20分フリーキックから庄司選手が金沢ヘディング合わせての先制団に後半7分に関しましては加藤選手、まあ、ここ直近金沢の 加藤選手がキレッキレのキレッキレで加藤選手の突破からですねクロスを供給し結果的にこぼれた形のボールをニアで、えー、林選手が拾い拾って反転してですね、えー、即シュートと、まあ、角度がないところだったんですが、えー、ゴールキーパーのね不意をつくシュートであっけなく追加点と、まあ、長崎はクレイソン選手がね、えー、チャンスが 多くありななながらもなかなか決めきれずまた合わせてね、追いかける展開の後半18分、長崎素晴らしいテンポのね、え攻撃黒広げながらもね、最後、クリスティアーノ選手が、まあ、右45度からシュート放ったんですけども、まあこれはね、金沢のゴールキーパー白井選手に止められてゴールならず、まあ、これがね、ピークの時のね、まあ、柏時代のクリスティアーノ選手だったらおそらくニアハイをね、ズドンと射抜くシュートをね、放つシーンっていうのがね、かつて柏のスタジアムでね、よく見えた光景だったんですが、それができ いきないあたりはちょっとクリスティアの選手の劣化を、ね、感じざるを得ない、まあ、そんな、ね、長崎の無得点およびパ、まあ、ンマ選手がいないことの影響は非常に大きいそんな敗戦だったのではないでしょうかそして次、山口 VS 徳島2対2のドロー。 まあ、徳島としましては2点のリード、まあ、森選手のマイナスのクロスに戻りながら体の強さを活かしたヘディング弾で得点、それに合わせて、まあ、柿谷選手のデザインフリーキック、まあ、山口のね、ゾーンディフェンスをうまくついた形でですね、フリーキックで少し前に出し、前進していきながら、まあ、コースを射抜くシュートで追加点と、まあ、森選手と柿谷選手のまあ今節も阿部九段が炸裂し、まあ、徳島の逃げ切り、勝利が硬いと思ったところだった たんですが後半16分から雨の戦いをうまく生かした山口がまあ、徳島西尾選手がねサイドでちょっとまあボールのケアをねちょっと雨の展開ということもありしきれず、まあ、これを拾われてま今、あ、吉岡選手のクロスに池上選手が左足の華麗なボレーを炸裂し、えー、1対2そして迎えた後半43分に まあ、高木選手のね、ドリブル突破からのクロス。まあ、これ結果折り返しをまあ、ヘナン選手が合わせての、え、同点弾と徳島に関しては非常に痛すぎるドロー。まあ、海グループにいるのもね、納得せざるを得ない徳島の勝負弱さが際立ったドロー。一方、山口に関しましては、名塚監督がえ退任となり、ま、迎えた中山元気コーチが、え、暫定の、え、新監督という形で、ウィンとして、まあ、迎えたゲームで、まあ、これ粘り、 ね、粘ってのドローでもございますので、まあ、価値があるドロー、いまあ、および、まあ、中山元気暫定監督でもございますので、どんな新監督がやってくるのかも含めて、内容自体はね、山口悪くなかっただけにですね、まあ、どんなスパイスをえ加えるのか、まあ、スパイスを加える程度で個人的に山口はいいと思うだけに、まあ、どんな新監督を招聘するのか、非常に気になるところでございます。 そして次、今節第15節の最も注目時代を1試合取り上げていきたいと思います。 清水 VS 藤枝5対0で清水圧勝一方藤枝完敗となった静岡ダービー、まあ、残酷な結果が現れております。まあ、清水は J1 から J2 に降格してきたものの、まあ、ここ直近、まあ、秋葉体制になって以降、まあ、負け知らずのまあ大量得点を取りまくっているですね、まあ、絶好調な清水に対して藤枝に関しましては、まあ、序盤こそ好調だったものの直近4試合においては勝ちなしと まあ、J2 の壁にですね、ぶつかっており、えー、非常にですね、下降傾向にある、まあ、中、まあ、両チームのその相反する状況がそのままスコアに現れた、まあ、この結果、まあ、開始早々からですね、まあ、乾選手の持ち運びから、中山選手が3人ですね、藤枝の選手を引きつけてからの、まあ、実際藤枝のマイボールにはなったんですけど、藤枝のところですね、えー、ちょっと繋ぐのかっていうところがですね、ちょっと中途半端となってしまい、まあ、チアゴサンタナ選手にかっ 伝われてまあ、早々チアゴサンタナ選手の先制団と、まあ、キーパーとの1対1をチアゴサンタナ選手としては冷静に決めはしたもののまつ、あ、なぐチームだからこそですね、えー、いざっていう時にその蹴るという判断を思い切ってできないところをですねうまく使かれた形にでまた合わせてですね、えー、その 直後の、まあ、前半10分に関しましても、これ PK のね、えー、このハンドの判定によって、カルルディニオス・ジュニオ選手に決められて2対0。そして、また合わせて、これ、また藤枝のビルドアップをね、カルルディニオス・ジュニオ選手がはめていき、そして、えー、北川選手が中で合わせて3点目と、開始16分でね、この30スコアでもございますので、藤枝のですね、えー、戦は完全に喪失モード。またそれに追い打ちをかけるように、前半27分に関しては、えー、これ、北川選手が はがして、えー、乾選手がスルーパスと。ですが、乾選手のスルーパスに抜け出た北爪選手が、キーパーとに対してこれも決めて、まあ、4点目と前半だけで4-0スコア。でまた合わせてね、同じく前半42分も中山選手がね、北爪選手と全く同じような形で抜け出すも、中山選手は、えー、決められずですが、ただ、えー、迎えた後半27分、まあ、これまだカルリニオスジュニオ選手の得点と、まあ、これね、北川選手がね、この裏に抜け出して、 カルディスジュニ r 選手にねえ確か、えっと、3点目の得点の形が、ね、カルディスジスニア選手か北川選手でもございましたので、まあ、アシストに対してありがとうアシストを返しという形で50スコアと藤枝もね渡辺涼選手も沈黙と、まあ、唯一ね えー、野本選手の、この、清水の、まあ、右サイドを、まあ、二人一気に、ね、抜き去るシーンぐらいで、それ以外はね、藤枝としては、ま、見どころを見せつけることができず、もう完全に、この J、昨年まで J1 だったチーム、および昨年まで J3 だったチームの、まあ、格差をまさに示す、および、ま、両チームの今の状況をですね、表す50スコアで清水が圧勝と、まあ、この結果によって清水に関しましては、えー、昇格プレーオフ圏内の5位に浮上でもございますので、前節の いわき戦に関しましては90スコアそして、えー、今節は藤枝に対して50スコアと昨年まで J3 だった、ねえー、チームに対して、まあ、J2 および J1 の厳しさをです、ねえー、示す、まあ、そんなです、ね、対象だったのではないでしょうか明らかに清水は強いですそして次今節第15節のサプライズ結果試合を1試合取り上げていきたいと思います 岩田バーサス群馬4対2で岩田勝利一方群馬敗戦となったゲーム、まあ、このゲームもね岩田が開始早々から9分、まあ、右サイド、まあ、ペナカドを、まあ、攻略してからの、まあ、岩田らしい右サイドのねえ崩しから最後中藤川え小太郎選手が合わせて先制弾またはねそれに追い打ちをかけるに4分後、まあ、この群馬のね、えー、このクリアミス、まあ、ディフェンスのところとゴールキーパーのところが被ってしまい

完全にゴールを無人でし、しまった結果、まあ、山田選手が、えー、押し込み、えー、追加点と、まあ、前半の13分だけで岩田が、えー、2得点。またそれに合わせて迎えた後半に関しましては、後半開始早々からね、もう岩田が押せ押せムートで、ドゥドゥ選手が立て続けのシュート。ただこれ決まらずではあったんですが、まあ、後半3分にですね、このドゥドゥ選手のこのカットインシュート、これは結構距離あったんですけども、狙い澄ました、えー、シュートが、 まあ、サイドネット射抜き、えー、3得点目だ目またそれに合わせてこれもね前半と同じように追い打ちをかけるように後半10分に、えー、ジャーメイン両選手ぐらいに抜け出て、えー に、2試合連続得点による、ま、4-0スコアとも、これだけで完全に岩田の、勝負あり感は否めず、またそれに合わせてね、ファビアン・ゴンザレス選手がね、ようやくね、岩田のフォワードとして復帰ということで、まあ、得点は取れずではありましたが、ファビアン・ゴンザレス選手らしさの見えるね、ドリブル突破からのシュートフィニッシュ、まあ、これは決まらずではあったんですが、まあ、藤川小太郎選手の得点も含めてですね、ファビアン・ゴンザレス選手も戻ってきましたので、もう今シーズン後藤選手しかね、 タイルフォワードがいないという状況下ではあったんですけども、杉本健祐選手も移籍しましたので、これま藤川小太郎選手も計算ができ、かつね、パビアン・ゴンザ選手も帰ってきた岩田に関しましては、もう今後楽しみしかない。しかも、今節の勝利によってね、え、連勝、初の連勝ということもございますね。ここから一気にギアアップする、まあ、岩田を期待したくなる。そんなね、ゴールの多彩さもね、見える岩田でもございますので、 今の岩田もですね、まあ、清水に並んで明らかに強いです。まあ、何よりもね、えー、群馬に対してね、この前後半立て続けの2得点による4得点でもございますので、岩田も昇格プレオフ圏内は、えー、まあ射程圏内といえる8位浮上なのではないでしょうか。また一方ね、群馬に関しましては、まあ、後半26分、風間選手の直接フリーキック弾と、または後半31分、佐藤選手の今シーズン5アシスト目となる、まあ、フリーキック カールの酒井選手のヘディングダウンとまあ、意地は見せつつもですね、まあ、得意の流れの中から特に左サイドの部分からですね崩していくっていう形は皆無ではございましたのでまあ、明らかに岩田の、ね、強さをまあ象徴するまあ、そんな群馬の敗戦だったのではないでしょうか。そして次 今節第15節のベストゴール誕生時代を1試合取り上げていきたいと思います。仙台バーサス山形2対1で仙台勝利。一方山形敗戦となったゲームから仙台のフォワード中島元彦選手のロスタイムの決勝弾を戦術。まあ、道のくダービーということでですね。この勝ち越しゴールは仙台のサポーターにとっては爽快だったことでしょう。まあ、迎えたね、まあ、ロスタイム、まあ、スコア は 1> 1対1の状況で迎えまあ、これね、ロスタイムのね、早々からも中島本彦選手がね、右サイドのホギーニ選手が抜け出てですね、そのクロスに対して合わせるも、まあ、これバーに直撃し、また、 まあそのセカンドに関しましてもね、2、味方とのワン、ツーでですね、え、フィニッシュに至るもん、これ枠外と、まあ、ここあたりはね、さすがの中島元彦選手と言わしめる、流れではあったんですが、決めきれず、まあ、その上でね、迎えた、またこれ同じロスタイム内で、フォギーニ選手がね、これまだ次抜け出て、まあ、完全に山形の左サイドがね、もうガバガバ状態で、まあ、フォギーニ選手が抜け出すもん、これまたね、ちょっとアウトにかけすぎて、枠外と、う、えーの先台としましては、 立て続けの得点チャンス。まあ、3回連続ロスタイムで決めきれず迎えた、ロスタイムのね、もうこのラストワンプレイ、これ、マセ選手の、まあ、あの、まあ、右サイドからの突破を、まあ、や、あの、山形のね、ガバガバな左サイドをね、うまく中に切り込んでの突破から、最後中に受けた中島元彦選手。まあ、受けてね、左足でトラップして、即左足でシュート。まあ、ロスタイム内でね、一回バーに当てているところもありますので、 いい感触もね、あったんでしょう。この2回目に関してはさすがにね、枠に入れて、ま、よりもうサイドネットにねじ込んでましたね。まあ、このゴールが決まり、仙台が勝ち越しと、まあ、このロスタイムにね、仙台がね、点を取る雰囲気がね、もうやばかったので、まあ、それにな、その、 大いなるプレッシャーに今、応える男、中島元彦選手と言いますか。まあ、今シーズンはね、もうシーズン途中から序列が下がり、まあ、ベンチを温める日々が、うん、あの、多くなっている中島元彦選手ですが、まあ、そんな悔しさをね、晴らす得点及び、まあ、何気にね、結構気持ちが熱くなりそうな場面でありつつも、まあ、トラップはピタトラップ。そしてシュートは、もう、ゴールにパスするかのようなシュートでもございまして、またトラップしてからシュートまでの流れも、 まあ、リズムいいものございましたので山形の選手もね目の前に多数いながらもです、ね、冷静に間を射ぬくシュートで え、フィニッシュに至ったと、そういった意味でも、中島元彦選手の、ま冷静さを今、得点取った後のですね、熱くなりよう、まあ、ここの換気も含めてですね、まあ、仙台に歓喜をもたらす得点がやばく、まあ、仙台もね、ちょっと、もうちょっと早めに決めないといけない場面ではあったんですが、結局は最後ね、この中島元彦選手が持っていくというところも含めてですね、まあ、ベストゴール認定としては妥当だったのではないでしょうか。 以上、2023年シーズン J2 リーグ第15節の各試合結果等の振り返りをしたところで、次、次節第16節の最も注目時代を1試合取り上げていきたいと思います。まあ、次節はね、藤枝 VS 岩田の、まあ、藤枝にとっての2試合連続静岡ダービーも見どころではあるんですが、まあ16、16節といえば何よりも、<laughs> まあ、22位の岩城バーサス21位の大宮の裏天皇山。まあ、岩城の連敗がね、今現在5連敗中という状況もございますので、これを止める勝利なるのか。まあ、一方、大宮に関しましては、アウェーではね、もう勝ちなしという状況でですね、えー、また大宮も引き分け自体は、まあ、今節初の引き分けでもございましたので、岩きとしては絶対にね、この第16節は勝たなければいけないゲーム、 ただ大宮としましてもね最下位の岩城との対戦ということもございますので勝敗によっては10位、えー、も逆転する裏天王山この、えー、絶対に負けられない戦いは見,見逃すことはできないので、えー、注目ゲームとして取り上げさせていただきましたそして次最後に個人ランキングの方を取り上げていきたいと思います、えー、まず得点ランキングからですがトップの藤枝の渡辺亮選手は今節得点なし1 一方、その藤枝と対戦となった清水のチアゴサンタナ選手が、今節得点により、トップの渡辺涼選手との差を徐々に縮めております。また合わせて、この同じく3位に、えー、熊本の石川大地選手も今節得点により7得点目と、えー、この表示はしておりませんが、石川大地選手も得点ランクトップ3タイとなっている状況でございます。 そして一方アシストランキングに関してですが、えー、今節群馬の佐藤亮選手が途中出場でフリーキックからのアシストにより、えー、5アシスト目と、えー、大分の野村選手とトップタイで並んでおりますでまた合わせて前節3アシストを達成した井選手が今節もですね絶妙なスルーパスでアシストをしたことによって4アシスト目とですね、えー、ここ直近2試合だけでアシストランク2位にですね、えー、急浮上 している状況となっております。 以上長くなりましたが、J30 周年の記念に際し、各地で因縁のあるゲームの方が繰り広げられ、その中でも、町田が主位独走しそうな雰囲気漂い、かつ、それに待ったをかけそうな雰囲気もある、清水と岩田、まあ、そんな新たな局面がですね、訪れたと言える、今季3度目の3連戦の初戦、2023年シーズン J2 リーグ第15節の簡単な振り返りでした。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。 ありがとうございましたチャンネル登録評価コメントおよびツイッターの方もフォローいただけると嬉しく思いますまた次回の動画でお会いしましょう石門ジャップ TV でした